ウェルカムトゥー京都、ウェルカムトゥー夢八幡 TV。 本日はですね、菅原院円満に来ております。五王子にあるちょっと南なんですが、こちらに邸宅があってですね、炭鉱はこちらで生まれたんじゃないかという説です。吉祥院という説もありますんですが、わかりません。爪もですね、ひっそりとしてですね、目立たないというのがいいんかもしれないね。勾配ですけどね。つつましやかです。勾配ですね。進まんしゃがです。こちらが本当なんですかね。お、こちらにもいますね。お、白梅勾配一緒に来てますね。すごいです。冬だから白梅勾配出てますね。一つの木からですね。ひっそりした家です。公共です。どうぞどうぞ。
本日の散策はこれにて終わらせていただきます。どうもありがとうございました。